てはやけに生々しい光景。これはもしかすると、私がなくしてしまった記憶。それとも、昨日、あんなことがあったから。なんでブリタニア軍が。助けて！死んだ。ブリタニアに殺されたんだ。ヒナも、他の子たちも。多くの日本人が殺されたっていうのに、また私は何もできなかった。父さん、母さん。クラリスさんはもう出かけたみたい。いつものように朝食と書き置き。今夜も遅くなります。何かあったらすぐに連絡ください。昨日あんな態度をとってしまったのに気にかけてくれている。いつかクラリスさんにちゃんと謝らないと。昨日みたいなことがあったのなら、なおさら。そうだ、ニュース。昨日のことが報道されているはず。昨晩未明、エカテリンブルグ近郊でユーロブリタニアとユーロピア共和国連合軍と衝突があり、現在はナイトメアフレームリーグ決勝ではクラッシャーことソキア・シェルバ選手が最高得点を獲得し、先ほど政庁より発表がありました。犯人は軍施設から有毒な化学薬品を盗み出し、毒ガスを生成、テロを計画していたものと思われ。毒ガス？嘘！そんなもの使われていない。ゲットーの人たちを殺したのはブリタニア軍じゃない。全部なかったことにするつもりなの。街を焼き払ったことも、ヒナたちの死も、ブリタニア！母さんを殺したな！私じゃない！私じゃないぞ！なら知っていることを話せ。俺の前では誰も嘘はつけない。誰だ、殺したのは。第二王子シュナイゼルと第二皇女コーネリア、彼らが知っている。あいつらが首謀者か。そこまでは知らないか。本当に私じゃない！やってない！やらせてもいない！わかったよ。しかし。やめろ！腹違いとはいえ、実の兄だぞ！綺麗事で、世界は変えられないから。こーら、ルルーシュ！今寝てたでしょ。手が止まってた。だからって叩かないでくださいよ。俺を置き去りにした罰だって。そうそう。何やってたのよ、昨日。ああ、いや。はいはいはい、話を脱線させないの。今は部活の予算審査、とっとと済ませないと。どこも予算が下りないでしょ。せめてもう一日早く思い出してくれればよかったんですよ。もう一日遅くが正解、諦めがつく。いい考えだ。今からでも。ガッツ！またガッツの魔法ですか？はーい、あなた方は頑張りたくなります。かかりませんよ、そんなインチキ魔法じゃ。会長、私かかったことにします。ん？肉体派は素直でよろしい。鍛えてるって言ってくれないと。そうじゃなくてさ、立派じゃん。え？この間女子寮のバスルームで確かめた。トップとアンダーのバランスがいいよね。ほほう。何言ってるんですか、変態。もう、会長って中身は絶対おじさんだよね。自分で話をそらしていくし。ま、予算表間に合ったんだし、いいじゃないの。ルル、どうかしたの？いや、あいつは投稿していないか。となると、やはりあの場にいたのは誰だ。今、確かに物音が。
これは。早急に手を打つ必要があるな。毒ガステロだって。え？怖いよね。新宿なんて30分と離れてないのに。私見た、新宿の方で煙が上がってるの。あれ、毒ガスだったんだ。新宿？昨日この件で電話したんだよ。知り合いからリアルタイムで聞いてて。おい、画像アップされてっぞ。イレブンの死体が。いや、見せないで。おかしい。なぜあの情報を隠す？クロビスの死を隠すということは混乱を防ぐためか。しかし、それをやるということは発表するときに。我ながら細い神経だな。ぬるいな、文官でのやることは。バトレー将軍ですか。犯人はあれだけの警備を二度も突破している。こんな型通りの検問では。ジェレミア辺境博、クロビス殿下亡き今、私たち純血派が。指示は私が出す。内部をまとめるまで待て。カレン、久しぶり。体いいの？ソフィーちゃん心配してたよ。もう大丈夫なの？あんまり無理はできないけどね。そうか、引っかかったわけだ。だってあんまり休むとみんなについていけなくなっちゃうし。ルルーシュ君、何見てるのかな。ひょっとして惚れちゃった？珍しいだけだよ。彼女、始業式以来来てなかったよな。カレンシュタッタフェルト、なんか体が弱いらしくてさ、前の学年でもたまにしかね。でも成績は抜群に優秀。シュタッドフェルト家の御令嬢だから金はあるし、性格も穏やか。いやー、お目が高い。違うって。隠さない隠さない。ま、ちょっと箱入りすぎるけどね。カレンシュタッドフェルト、間違いない。グラス号に乗っていた女だ。ブリタニア人がどうしてテロリストのグループに参加する。ハチよ、ハチが。カリンさん、逃げて。こんなところにハチだなんて。ハチの巣でもあるのかしら。ああ、イライラする。病弱なんて設定にしなきゃよかった。やば、見られた。やはりあの時の女だ。な、何か用かしら。質問に答えろ。はい。昨日新宿でグラス号に乗っていたな。はい。どうしてテロを。私は日本人だから。ブリタニアの血も半分入ってるけど。ハーフ？しかしなぜそこまで。私に何か。いや、もう用は済んだ。そうだ、念のため新宿のことは何も言うな。え、新宿ってどういうこと。ん？どうしてそんなこと言うの。教室に戻れ。あなたが質問に答えてくれたらね。聞かない。どういうことだこれは。ルル、カレンさん、次理科準備室だよ、急がないと。やっべ、実験器具出さなくちゃ。あ、しくじった。しかし。どうしましょう。今日も遅いかも。待ちます。夕食は一緒にって言ってたから。ほら、できましたよ。あ、鳥？はい、鶴です。すごい。日本人って器用なのね。あ、ナナリー様？ごめん、遅れちゃって。お帰りなさい、お兄様。お帰りなさいませ。ただいま、ナナリ、サヨコさん。
諸君も知っての通り、計画は全て失敗した。故にこの研究所を破棄する。え、しかし成田に場所を用意し全て移す。記憶がないとはいえ、私や参謀たちがクロビス殿下の元を離れたのは事実だ。私は本国に戻され責任を問われるだろう。その際皇帝陛下に秘密でこの実験を進めていたことが知られると。わかりました、早急に準備を進めます。お帰りなさい。クラリスさん、今日も仕事で遅いはずじゃ。学校から連絡が来たのよ。あなたが学校に来てないって。学校にも行かず、こんな夜までどこに行っていたの？昨日も何かあったんでしょ？言わなくたって、それぐらいわかるわ。どうして黙っているの？私が本当の母親じゃないから。そうじゃない。だったらどうして？私だってあなたのことが心配で。ごめんなさい。でも放っておいて大丈夫だから。大丈夫なわけないでしょ。昨日だって近くであんなに大勢の人が。いいから放っておいて。言えるわけがない。新宿ゲットー壊滅の真相も、クロビス殺害の真実も言えばクラリスさんを巻き込んでしまう。ナイトメアの無断使用、ブリタニア軍への反抗、ひょっとしたらブリタニアの騎士だって殺し。そんなことを知ったらクラリスさんもただでは済まない。あんなに力を注いでいる仕事を失いかねない。それにこれは私の個人的な復讐。クラリスさんを巻き込んではいけない。だけどこれからどうする？クロビスを殺した彼、ルルーシュ・ランペルージに。そういえばヒナにもらった折り鶴がない。どこかで落としてしまったの。今日様子を見てきた新宿ゲットーの南の方は封鎖されていた。明日は東の方から回ってみたら探しに行けるかな。いや、おそらく見つけることなんかできない。でもあれは特別なもの、ヒナがくれた大切なもの。あの折り鶴、なんて書いてあったんだろう。叶うことならもう一度ヒナたちの笑顔を見たかった。もう一度。折り紙を教えてもらってたんです。一枚の紙を何度も折ると鳥とか船とかいろんなものになるんですって。そんなに急いで話さなくても大丈夫だよ。俺はどこにも行かないから。ありがとうお兄様。どういたしまして。よかった。え、お兄様昨日の夜なんか怖かったから。そうかい、ごめん、ちょっと考え事があってさ。ねえ、ん？この鶴を千羽折るとね、願いが叶うんですって。もしお兄様に叶えたいことがあるのなら。いや、俺は。ナナリーは？何かないのかい？優しい世界でありますように。お前の目が見えるようになる頃には、きっとそうなってるよ。本当に？約束する。そうだ。俺たちには選択できる未来が限られている。ここでかくまわれてると言ってもアッシュフォード家がいつまで後ろ盾になってくれるか。素性がバレたらシャーリーやリバルたちだって離れるだろうし、行く末は政治の道具か陰謀の餌食だ。作らねば。ナナリーだけでも幸せに過ごせる世界を。まずは手近な問題を一つずつ片付けていく。カレンシュタットフェルド、そしてこれの持ち主。幸いこっちはおおよその調べがついている。
ブリタニアへの復讐か。そうであるなら、仮に説得が失敗したとしても、いざとなればこの力を使えば問題はクリアだ。お兄様？ああ、ごめん。少し考え事をしていて。ん？この前教えてもらったの。日本の約束の仕方。嘘ついたら針千本のマス指切ったああ怖いな。千本も針を飲まなくちゃいけないのか。そう、だから嘘ついたらいけないんですよ。大丈夫、俺は嘘はつかないよ。お前だけには。今日もあいつは学校に来ていないか。クロビスが死んだ件に関してもブリタニアに大きな動きはない。これは俺の読みが当たっているということだ。とはいえそろそろ動く必要がある。それよりも問題は昨日の失態だ。俺としたことが能力を過信したことで油断した。これだけが俺の武器だ。知らなくては使い方を。ルルーシュ、もうすぐ授業が始まるぞ。ああはい先生、今度の論述試験の問題教えてくださいよ。エディンバラの屈辱と新大陸への戦闘、北南戦争についてだ。この力なくなったわけではないのか。先生、お？今度の論述試験の問題教えてくださいよ。冗談言ってないで真面目に勉強しろ。お前はやればできるんだからな。はい。やはりな、同じ人間には一度しか聞かないってわけか。そうなると使いどころが限られる。もし昨日の件でカレンに疑われるのであれば、この力に頼らない方法で手を打たねば。そうなるとやはり先に対処すべきは例の目撃者の方。仕掛けてみるか。ひどい。疎開の災害塩分、勝者と敗者を隔てる絶対的な境目。疎開の階層構造は征服した土地の上に覆いかぶさるように作られている。その土地で生き歴史を築き上げてきた者の上に、これ見よがしに無機質で威圧的な街を作り上げる。それがブリタニアという国だからって。支配者の街から見下ろされる新宿ゲットは前にも増して損壊が進んでいる。こんなところで人がまともに暮らせるわけがない。こんなひどい。だけど私が復讐しようとしているブリタニア、相手の残虐さ、強さを知っておく必要がある。復讐のためにやはりここのゲートも封鎖されている。この分だとゲットに入り込むのは難しそうね。つまりはクロビス殺害の犯人が捕まっていないということ。確かにニュースでもそのあたりは触れられていない。となるとルルーシュもあの場から逃げおおせられたのか。それともルルーシュは自らを第17皇位継承者と言っていた。クロビスは腹違いの兄弟とも。もしかしたら王子だから無罪となったなんてことは。違う、ブリタニアはそんな甘くない。いくら王子だろうと皇族殺しとなればただでは済まない。そうなるとルルーシュは今も。電話、学園から。今日も無断欠席したからかな。違う、まさか。はい、生徒会のルルーシュ・ランペルージだ。ルルーシュ、やっぱり驚いた。生徒会から連絡が来るなんて。それは俺の方も同じさ。同じ？同じって？驚いたってことだよ。元気そうじゃないか。2日も学校を休んだ人間にしてはな。しまった、向こうは誰があの場にいたかなんてわからないはず。こっちが一方的に知っていたことで油断した。その様子だと病欠ってわけじゃないんだろう。理由を聞かせてくれないか。いえ、だけどこれも生徒会の役目でね。君が教えてくれないと
保護者の方をお呼びすることになってしまう。君もそれは本意じゃないだろう。もしかして気づいているの？昨日のクロビス殺害の現場にいたことを。クラリスさんを巻き込むわけにはいかないのに。いや、これはチャンス。ルルー氏の真意を確かめることができれば、ブリタニアへの復讐の糸口をつかめるかもしれない。あの通信の男がルルーシュなのだとしたら、あの時言っていた世界を変えるというのが本当なのであれば、両親のヒナたちの仇を討てるかもしれない。わかった、話すわ。ありがとう、これで大ごとにせずに済む。ただ電話では話せない。会って話がしたいんだけど。ああ、こちらとしてもその方が助かる。じゃあ生徒会室まで来てくれるか。ええ、すぐに行く。もしかしたら世界を変えられるかもしれない。もう卑怯者ではいたくないから。ルルーシュ。ああ、入ってくれ。呼び出して悪いな、適当にかけてくれ。あなた一人？ああ、他のメンバーはクラブの予算審査やなんやらでね、出払っているんだ。それにこういった案件は俺に任されていて。人払い済みってことね。そう怖い顔するなよ。何も取って食おうというわけじゃないんだ。ちょっとした注意喚起くらいに思ってくれていい。生徒の問題はなるべく生徒の中で解決しようってのがうちの学園の方針なんだ。少し調べさせてもらったが、君の成績は決して悪くない。むしろ上位の方に入るくらいだ。しかし欠席が多すぎる。いじめに遭っているように見えないが、クラスには馴染めていないようだ。それが原因か？ルルーシュ、あなたはここが本当の自分の居場所だと思う？どうした、急に。いいから答えて。思わないな。ここは俺の本当の居場所ではない。だから自分の居場所を取り戻そうとしているの？どうやらお前は花から別の話をしたいようだ。そうだな、その答えならノーだ。俺は居場所を取り戻したいんじゃない、居場所を作りたいんだ。居場所を作る？ああ、この世界は狂っている。強者が弱者をねじ伏せ蹂躙する、そんな世界が正しいと思うか？いいえ、思わない。思うわけがない。そうだろ、そんな間違った世界で居場所を取り戻しても意味はない。新しい世界を作る必要がある。新しい世界？ああ、その新しい世界こそが本当の居場所となる。新しい世界を作るということは今の世界を壊すということ？そんなことできるわけがない。本当にそうか？誰が壊せないと言った？誰が作れないと言った？それにお前はこのままの世界で満足なのか？勝った国が負けた国を平気で蹂躙する、懸命に生きている人を人と思わずに殺すこの世界でお前は満足なのか？違う！だったらなぜお前は変えようとしない？傍観者を気取って誰かが世界を変えてくれるのを待つつもりか？それも違う。だから私はここに来た。ほう？ルルーシュ・ランペルージ。いや、ルルーシュ・ビ・ブリタニア。私はあなたと契約するために来た。隠すつもりはないんだな、あのクロビス殺害の現場にいたこと。ええ、新宿ゲットーでの戦闘で指示を出していたのもあなたでしょ。私はその指示に従って戦った。だからあなたが本気でブリタニアと戦ったことも、ブリタニアを壊して世界を変えようとしていることも知っている。ここへはその本心を聞くために来た。やはりお前だったか、 K1。 ルルーシュ。そうだ、あの場にいたのなら知っているだろう。俺は神聖ブリタニア帝国の第11王子にして第17皇位継承者、ルルーシュ・ビ・ブリタニアだ。教えて、ルルーシュ、どうして王子であるあなたが同じ皇族のクロビスを殺したの？単純なことだ。皇族は
次の皇帝の座をめぐって争わされている。常に命を狙われ、隙を見せれば全てを奪われる。俺も同じだ。母を何者かによって殺された。手がかりは犯人が同じ皇族ということのみ。俺は母を殺した犯人を見つけ出して、その罪を償わせる。それに?いや、今はよしておこう。ゆくゆくお前にも話す。それで、お前はどうする?クロビス殺害の犯人として、警察にでも俺を突き出すか?いいえ、そんなことしたりしない。ではどうする?さっきは契約とか言っていたが。そう。私はブリタニアに復讐したい。そのために力を貸してほしい。そうか。だが断る。口先では何とでも言える。お前は俺の正体を知っているが、俺はお前の正体を知らない。そんな奴を信用できると思うか?確かに。ルルーシュの言う通り、私は純粋なブリタニア人じゃない。日本人の父と、ブリタニア人の母の間に生まれたハーフ。ハーフ?カレンと同じか。両親は静岡でエナジーフィラーの研究をしていた。だけど7年前の侵攻で二人ともブリタニア軍に殺されたの。だからブリタニアに復讐を?ええ、私は7年前のあの日、いろんなものを失った。大切な家族、大切な思い出、自分自身を形作るものすべてを。そうか。お前はブリタニアに復讐することで自分自身を取り戻そうとしているんだね。そうなのかもしれない。いいだろう。契約しよう。俺とお前、二人でブリタニアをぶっ壊すんだ。ルルーシュ。ええ、よろしく。それじゃあ、これは契約の証代わりだ。これはヒナの折り鶴。クロビスの G1 の中で拾った。学校でお前が落としたものと同じものだったからな。すぐに分かったよ。最初から私だと気づいていたのね。確証はなかったさ。だが中を読んだらお前が戦う理由が分かった。折り鶴の中。ところでこれどうやって折るの？私も折り方を習っておけばよかった。あ、ダメダメ、開いちゃう。今度教えてあげるから、その鶴は絶対に開いちゃダメだよ。中に何か書いてあるの？だから、ダメだってば。これ、はあ、悪いが読ませてもらった。お前、随分と好かれていたんだな。いつも笑っている子だった。どんなに辛い境遇でもお日様のような笑顔の子だった。親のいない子供たちだけで寄り添って、その日その日を生きていた。一生懸命に生きていただけ。それなのにヒナは私の目の前で。その子は弱かったから死んだ。力がないから殺されたんだ。だから俺たちで作る必要がある。弱い人間でも力を持たない人間でも安心して暮らせる世界を。安心して暮らせる世界。そうか、そうね。ありがとうルルシュ。おかげで私も決心ができた。ブリタニアを壊す決心が。仲間に引き込むのは成功した。あいつが話したことは事前に調べていたことと相違なかった。嘘はついていない。7年前の日本侵攻の際に両親を亡くし、現在は養母のクラリス・ガーフィールドに引き取られてブリタニア人として生きている。クラリスとの関係はそんなに良好ではないらしいが、あいつの動向を見るにクラリスに危害が及ぶことを恐れているようだ。となるとこのクラリスがあいつの弱点か。しかし新宿月頭で見せた戦闘のセンス、旧式のグラスゴーで戦果を上げたカレンに匹敵するだろう。あんな逸材が二人も学園にいたとはな。あとはカレンをどうするかだ。
まずはカレンの動向を探ってみるか。それにしてもあいつと俺は少し似ているのかもしれないな。あいつの剣はうまく片付いた。あとはカレンの方だが。ドゥルーシュ、お前どうしてここに。ここで待っていれば会えると思って、これからのことを話しておきたい。バカかお前は。俺もお前も素性と目的がバレたら一巻の終わりだ。家族や周りの人間に危害が及ぶ。そんなに生優しい相手ではないことぐらいわかるだろう。だけどこのまま学生をやってたって。心配しなくても準備は進めている。それまでは普通の学生に徹しろ。そしてできるだけ接触を減らし。ルルーシュ、おはよう。会長、おはようございます。朝から元気ですね。当たり前よ、それが取り柄だもの。で、そっちの子は欠席の常連さんじゃない。先生たちが頭を抱えているって話題になっているわよ。おはようございます、ミレイ会長。なになに、素行不良の二人が揃って朝からエスケープの相談かな。違いますよ、彼女とは最近ゲームがきっかけでよく話すようになったんです。二人ともハマっちゃってな。ええ、意外と手強いんで、ルルーシュに教えてもらっていたんです。そうなんだ。ゲームにドハマりするのもいいけど、学生生活に支障をきたさないようにね。分かってますよ、気をつけます。よろしい。じゃあ私は職員室に用事があるから先に行くね。サボっちゃダメよ。はい。あ、そうだ、あなた生徒会に興味はない？生徒会ですか。ルルーシュとも仲がいいみたいだし、よかったらどうかなと思って。遠慮しておきます、そういうの向いていないので。そっかそっかそっか、まあ、とりあえずまたね。なんだかすごい人ね、ミレイ会長って。いつものことだ。しかし会長に二人でいるところを見られたのは誤算だったな。ごめんなさい、考えが浅はかだった。この程度ならまだ大丈夫だ。それに話を合わせたのは旧大典だな。これからもさっきのような調子で、学園では仲のいい友達ということで頼む。わかった。だがさっき言ったことも忘れるな。俺たちは二人で危ない橋を渡ろうとしている。迂闊な言動で危害が及ぶのは俺たちだけではない。お前にもいるんだろう、大切な人間が。例えば両親を亡くしたお前を引き取ってくれた人とか。どうしてそれを。なんだ、隠しているつもりだったのか。何、簡単な推測だ。お前自身が話した両親の話、それなのにブリタニアの学校に通っているということは、ブリタニア人の誰かがお前を引き取ったということだ。そんなお前がブリタニアと戦ったにもかかわらず、日本人のレジスタンスに参加せずに俺に接触したのは、その引き取ってくれた人の身を案じているからだろう。正解、あなたに隠し事はできないみたい。ルルーシュの言う通り、私は引き取ってくれた養母に迷惑をかけたくない。だから肝に銘じる。そんな顔するな、分かってくれればいい。俺たちがやろうとしていることはそれだけ慎重にならなければいけない。それを認識しておいてほしかったんだ。それに準備が終わったらお前の望むゲームの開始だ。ブリタニアを、世界をひっくり返すゲームのな。どうだい、久しぶりの学校は。窮屈、昨日なんて歴史の授業だし。ねえ、そっちに戻った方が。今は軍の警戒が厳しい、しばらくはそこでほとぼりを冷ますんだ。でもあの声のことだって。声だけじゃ探しようがないよ。それにカレンが学生やってる方がナオトも喜ぶ。新宿のことはしばらく忘れろ、また連絡する。新宿、分かってるけど。新宿のことは何も言うな。まさかあの時の声。一つは貴族教育です。
統治する人間を特定し、集中的に教育、訓練することで優れた統治者を育てる。二つ目はスピードです。えりすぐられた。似てるか。いや、声の記憶なんて当てにならないけど。はい、よろしい。偉大なるエリザベス一世のお子であるヘンリー9世の即位によって、テューダー朝は隆盛を与えたのは新宿という情報だけだ。しかし、もし私の正体を知られていたら、早いうちに処理しなければ。ねえルル、この後さ。悪い、また今度な。あ、やっぱりカレンさん自宅が良いなんだ。門限とかあるの？ちょっと付き合ってくれないか。話したいことがある。ええ、誘ってくれると思ってた。はあ？ああ！準備。ルルシュは一体どうやってブリタニアを壊すつもりなんだろう。今の私たちにはナイトメアどころか武器の一つもないのに。ああ、ここにいた不良生徒発見。ミレイ会長、やっと見つけたわよ。授業終わってすぐにあなたの教室に行ったのに、もういないんだもの。学生なら放課後無駄に教室に残っているものでしょ。いえ、いつものことなんですが。何？友達いないの？ぼっちってやつ？うぐ。ごめん、本当にそうだとは思わなくて。それで、何です？そんなぼっちに何かご用ですか？それとも、先日の無断欠席のお咎めですか？違う、それはルルーシュが丸く収めてくれたんでしょ？それならこんな格好してないわよ。そういえば、エプロンしていますね。どうしたんです？これが君を呼びに来た理由。ちょっと付き合ってもらうわよ。いえ、これから用事が。ないでしょ、ぼっちなんだもの。いいから、つべこべ言わずに来る。共に青春を謳歌しようではないか。学校内にこんな場所があったなんて。生徒会専用のクラブハウスだ。舞踏会なんかもできるように広めに作ってある。ここなら邪魔は入らない。そういうことだ。あったあったあった、ほらこれでしょ。あ、それです、実験データ。やれやれ、腰痛。そっち見つかった？こっちもできたから始めよっか。おお、すげえ。さすがミレイさん。もっと褒めるがよい。あの、何ですかこれ。知ってて連れてきてくれたんじゃなかったの？カレンさん、生徒会に入れるから。はあ？おじいちゃんに頼まれちゃってさ。理事長に？うん、体のこともあるから普通に部活は難しいだろうって。ああ、私生徒会長のミレイ、よろしくね。あ、よろしくお願いします。俺リバル、初期ね。わからないことがあったら何でも聞いて。シャーリーです。水泳部と掛け持ちだけど、よろしく。私ニーナです。あ、いえ、こちらこそ。会長、この料理どこに持っていけばいいんですか？お前、どうしてここに？ご苦労、そこのテーブルに並べて。ついでに、彼女も今日から生徒会メンバーだから。え？ミレイ会長、生徒会に入るだなんて聞いてませんよ。何言ってるの。あなたのこともおじいちゃんに頼まれたの。学校や友達の良さを教えてほしいってね。お前サボりの常習犯だもんな。あなたってうちのクラスメートだよね。あんまり学校来てないのはサボってたからなんだ。ダメだよそういうの。はあ、仕方がない。会長があのモードに入ったら拒否することはできない。あの様子だと
今朝会った時からすでに決めていたんだろうな。諦めよう。そんな、なんだか私たち生徒会に入れられたみたい。こんなことあるんだ。あるみたい。とりあえずよろしく。私はカレン、こちらこそよろしく。よくわからないけど、お互い頑張りましょう。ははそうね。それに目が見えない。中等部の制服だけど、この子は。私がよそ見をしていたから大丈夫？私は大丈夫なのですが、料理は。それは平気。落ちないようにキャッチしたの。ありがとうございます。てっきり落としてしまったかと。ナナリ、お前まで。ん？レルーシュの妹よ。私は中等部なので生徒会じゃないんですけど。いいでしょう、準会員ってことで。うん、お二人ともよろしくお願いします。うん、よろしく。こちらこそ。目と足が不自由な妹。そうか、この子がルルーシュの戦う意味。先ほどは失礼しました。ううん、ナナリーも料理も無事でよかった。よろしくね。はい、ありがとうございました。よかったな、ナナリー。お前も仲良くしてやってくれ。ええ、ルルーシも母親を殺された。ナナリーも、もしかしたらその時にルルーシが戦う理由は復讐だけではないということね。さて、みんな揃ったことだし、まずは乾杯といきますか。あ、シャンパン？生徒会自らこれはまずいんじゃ。まあまあ、固いこと言わないで。ダメに決まってるでしょ。何ですか？ナナリーはこっちね。ルルーシュ、パス。え？あ、もうルルも簡単に受け取らないの。ちょ、そんなに振ってると。はっ、うわ、どうかしました？あちゃ、カレンが頭からシャンパンをかぶってしまってる。掃除用具持ってきた。あれ、みんなは？ミレイちゃんとシャーリーはカレンの服を洗濯に行ったよ。ルルーシュはサヤコさんのとこ、カレンの着替えを借りに行くって。いやー、カレンには悪いことしたな。後できちんと謝らないと。ほんとだよ、リバルがシャンパンなんて持ち込むから。反省してます。なので掃除してきます。やれやれ。すみません、せっかくの歓迎会なのに。いや、私は気にしてないよ。生徒会っていつもこんな感じなの？そうですね、いつも賑やかで楽しいです。特に今日みたいなパーティーの日は。そう、私はこういうのに慣れてなくて少し驚いた。あなたも私と普通に接してくれるんですね。私はこんなですから、他の人にいつも気を使わせてしまって。ああ、ごめんなさい。無配慮だったかな。いえ、そうではなく、今みたいに接していただいた方が嬉しいです。それに、なんだかちょっぴりお兄様に似ていて。私が？ルルーシュに？ええ、
なんとなくなのですが。ルルーシュも友達いなさそうだものね。もうお兄様は優しい方なんですよ。冗談。ナナリーのお兄さんは学園の人気者だもの。特に女子から。まあそうなんですか。それはちょっぴり心配かも。少しだけど分かった気がする。確かにこの笑顔が曇るのは私も見たくない。ブリタニアは、まったく。ルルーシュだ。え？着替え、持ってきたんだけど。大丈夫、カーテン引いてるから。ああ、悪いな、賑やかすぎる連中で。ううん、たまにはこういう無邪気な楽しさも悪くないわ。着替え、とりあえず俺のでいいか。気にしない、そういうのは。早いのね、男子寮まで行ってきたんでしょ。俺ここに住んでるから。え、寮で暮らすのは妹には難しくてさ。理事長の好意でここに住まわせてもらってる。そう。それじゃあ。待って、取ってくれる？そこのポーチ。ああ。思ったより活発なんだな。あの日新宿にいたの。何のことだ。とぼけないで。なぜ新宿って言ったの？新宿だと何か都合が悪いのか？質問に質問で答えないで。答えはイエスかノー。それ以外は聞きたくない。電話？こんな時に。出ないと誰か来ちゃうけど。いいかな？はい、アシフォード学園生徒会。え？いや、俺は、はあ、君宛てだ。出ればわかるってさ。え、いいわ、貸して。もしもし。無事だったようだな、キューアン。この声、あの時の。じゃあルルーシュとは違った。明後日の16時旧東京タワーの展望室に一人で来い。お前は誰だ。停戦命令を出させたのは。おい、切るな。なんだ停戦命令って。あ、ずいぶん物騒なお友達だな。今のは、その…当てようか。ゲームの話だろ？ネットとかさ。え？ええ、そうなの。私、家にこもりがちだったから。だから忠告したんだよ。新宿のことは言わない方がいいって。いるんだ、君みたいな人にわざと画像とか見せたがる奴らがさ。ところで、見えてるんだけど。あの、誰にも言わないから。じゃあ、後で。違ったんだ。無事だったようだな、キューアン。あ、あれ？どうしよう、料理温め直そうか。大丈夫じゃないですか。そろそろカレンも戻ってくるでしょうし。え、マジかよ。こら、リバル、サボってネット見てないでジュース入れるの手伝いなさい。会長、そんな場合じゃないですよ。なあ、テレビつけて。どうしたの急に。速報です。政庁よりクロビス殿下が崩御されたことが発表されました。先の新宿ゲットーでのテロによって命を落とされていたことが正式に発表されたのです。この後、政庁からジェレミア・ゴットバルト代理執政官の会見が始まります。繰り返しお伝えします。先ほど、この間のテロで
ついにブリタニアが動いた。だけど発表するからには犯人を捕らえているということ。当然だけどルルーシュは捕まっていない。どういうつもりなの？お兄様、大変。なんだい？クロビス殿下が亡くなったのよ。殺されたんだってさ。え？クロビス殿下は抗御された。イレブンとの戦いの中で平和と正義のために重視されたのだ。我々は悲しみを押してその意志を継がなければならない。たった今新しい情報が入りました。実行犯とみられる男が拘束されました。発表によりますと逮捕されたのは名誉ブリタニア人です。まさか。ルルーシュ。クルルギス族一等兵、容疑者は元イレブン、名誉ブリタニア人のクルルギス族です。研究所は昨晩のうちには成田に。そうか、申し訳ありません。殿下、何事だ？ナイトメアが純血派の。純血派だと？バトレー将軍、クロビス殿下の殺害幇助の容疑で拘束させていただく。己殿下の亡き今、軍部を乗っ取るつもりか？お分かりですか、私たちの決意を。だから私は覚えていない。まだそんなつまらぬ言い訳を。他の者にも聞け。証言なら我が身大事か。見苦しい。あなたがこれ以上殿下のおそばにいるのは許されない。バトレー将軍、並びに旧体制派の文官たちは全て更迭しました。これで我ら純血派が軍部の実権を握ったも同然。では本国に報告を。いいや、まだだ。まだ？クロビス殿下殺害の席をバトレーたちに負わせるだけでは、新しい総督が本国から送られてくるだけ。我らが本当に地位を得るには功績が必要だ。クロビス殿下殺害の実行犯を捕らえるのだ。その功をもって発表する。確かに。しかし現場に手がかりはほとんどなく、未だ目星はついていません。それに状況から考えても犯人は我が軍のものである可能性が高く。フッ、ブリタニアの人間が犯人では我ら純血派の主張にも影が差してしまう。ならばいるんじゃないか、軍の兵でありながらブリタニア人ではない動機を持つ人間が。それはつまり。わざわざ言わせるなよ。今は我々が実験を確かにする方が優先だ。真犯人はその後でゆっくり探せばいい。この銃、なんだかわかるな？クルルギス族、クロビス殿下の殺害に使われたものだ。戦場痕も確認済み。それと調べさせてもらったよ。君は日本最後の総理大臣、その着手だそうだな。動機も十分。何かの間違いです。自分はこんな銃見たこともありません。君の指紋が検出されているんだよ。君には親衛隊の殺害容疑もかかっている。認めたまえ。今ならイレブンではなく名誉ブリタニア人として裁いてもらえるぞ。自分はやっていない。そこまで強情に認めないのなら仕方ないが、あとは法廷に委ねるとしよう。ここまで証拠が揃っていれば君に勝ち目はないがね。
ザクさんですよね。さっきのニュース。ああ、スザク、生きてたんだな。戦争の後、お別れしちゃったままでしたから。私たちだって、お兄様。なんだい？嘘ですよね、ニュース。嘘だよ。あのスザクがそんなことするはずがない。何かの間違いだよ。そうですよね。ああ、だからおやすみ、ナナリ。だからさっさと声明を出せばよかったんだ。俺たちの手柄になったのによ。はあ、ナオト、やっぱり俺には無理だよ、リーダーなんて。クルルギスザク、その名前を聞いたとき、ルルーシュが反応したように見えたけど、気のせいかしら。だけどクルルギという名前には聞き覚えがある。少し調べてみよう。いずれにせよ、クロビスを殺したのはルルーシュであることに変わりはない。日本人であるクルルギスザクを犯人に仕立て上げたのは、あの会見に出ていた純血派という軍人だ。本来なら黒ビス付きの将軍が声明を出すはず。そうでないということは、軍部はそれだけ混乱しているということになる。ルルーシュ、どう動くつもり？ああ、すべて注文通りのはずだ。こっちの世界では超一流ってやつがやってるし、スライドシステムも確認済み。あとは証拠をすべて消して、私が忘れてしまえばいいんだよな。誠に痛ましい事件でした。このエリア11の総督であり、敬愛すべきクロビス殿下はすでにおられません。しかし私たちはこの悲しみに耐えねばならないのです。それを力とせねばならないのです。悲しみに耐え、力に変えるか。ここにいるみんなはクロビスが日本人の虐殺を指示していたなんて知らない。多くの日本人がそれを強いられていることも知らないんだ。やれやれ、校長の話は相変わらず長いな。クロビス殿下が殺されたって話なんだもの。今日は仕方ないよ。でもニュースで会見していた純血派の話は出なかった。ネットだと今の軍部は純血派が抑えているなんて話なのに。純血派って？ブリタニア軍はブリタニア人だけで構成するべきだって連中だよ。純粋な血、純粋なブリタニア人か。ドゥルーシュ、この後どうする？せっかく授業がなくなったんだし、前から頼まれてたこれ。ダメよ、賭け事は。固いこと言うなって。そうだな、もうやめるよ。え？もっと手強いのを見つけた。はい？何よそれ。だったら俺にもかませろって。やめた方がいいって、そういうのじゃないし。ああそうだ、後であのゲームの話をしたいんだけど。ええ、わかった。また後で。ああ、もう行っちゃった。ちぇ、なんだよ急に。ところでさ、今のゲームって何の話？カード？ダーツとか？ルルーシュも言っていたでしょ、そういうものじゃないって。ただのネットのゲーム。そっか、それだとな。あ、お前チェスって得意だったりする？ルールだけなら。
ここで会ってたんだ。二人でゲームをしているって話をしたのはここだったから。よく気づいてくれた。ところで、リバルは？ネットのゲームってことで諦めてもらった。リバルはこっち側に関わらせたくないからな。今度の相手は命がけのゲームなんだから。じゃあ、そろそろ動くの？ああ。準備が整ってきたからな。まずはこれをお前に渡しておく。これは、携帯電話？そうだ。ただし、暗号変換機付きのな。これなら通話や通信を行っても、そうそう痕跡をたどられない。普段の生活と切り分けて使うんだ。わかった。それで、私は何をすればいい？何もするな。え？何もするな、と言ったんだ。だけど、私にだって手伝えることが。違う。お前にできることがないという意味じゃない。何もするな、という指示だ。次に俺がすることは、大胆かつシビアに行う必要がある。イレギュラーは極力避けたい。だから、何もするな、と。心配するな。お前に頼むことはある。そのためにそいつを渡した。その時のためだ。わかった。あなたの指示には従う。そういう契約だもの。理解が早くて助かる。じゃあ、俺は次の約束があるから。約束？ああ。これも準備の一つだよ。ゲームには駒が必要だからな。殿下の追悼番組、よくできていたよ。少し泣かせが過ぎるようだが、閣下、大衆は涙を望んでおります。テレビ屋らしい発想だな。しかし手腕は認めよう。あれだけの時間でよくも、まるで殿下の死をあらかじめ知っていたようじゃないか。恐れながら、重要な人物の追悼番組は常に用意しております。私のもあるのか？今回のことで閣下もリストに上がるかもしれません。これまではランク外だったというわけか。正直だな。お、恐れ入ります。軍に入る気はないか？報道担当が手薄だ。力足らずは承知しております。私ごときでは。民放の方が好みか？まあいい。もう一仕事頼みたい。明日の夜、クルルギスザクを軍事法廷へ移送する。沿道に愛国的ブリタニア人を誘導しましょう。話が早くて助かるよ。護送は顔がよく見えるようにな。ジェレミア卿、イレブンの中にはクルルギ一等兵を英雄視する者もいます。奪還を考えるグループもあるかと。護衛には私自らサザーランドで出る。のこのこ出てくるようならその場で処刑してくれる。ブリタニア軍の圧倒的な勝利は、傲慢な日本政府に対し、その序列を自覚させました。以降、帝国とイレブンは手を取り合い、復興への道を歩み始めたのです。16時に東京タワー、よりによってこんなところに。連絡してきたのはクルルギスザクだろ？断定はするな。しかし、彼に電話した後で、捕まったのかも。だとしたらここは危険すぎる。アッシュフォード学園からお越しのカレンシュタットフェルト様、落とし物が届いております。展望フロア、サービスカウンターまでお越しください。繰り返しお客様にお伝えします。行くしかないか。こちらで間違いないでしょうか？あの、お客様のですよね？ええ、ありがとうございます。ゼロ。はい、もしもし。環状5号線、外回りに乗れ。お友達も一緒だ。え？
お客様にお願いいたします。車内に不審物があった場合、すぐにお近くのインターフォンにて。扇さんたち、ちゃんとついてきてくれてる。もしもし。進行方向に向かって右を見ろ。何が見える？ブリタニア人の町だ。私たちの犠牲の上に成り立つ強盗の町。では左は。私たちの町だ。ブリタニアに吸い上げられた絞りカスの町。いい答えだ。では先頭車両に来い。次の停車駅は大久保。大久保です。ライン中央総武をご利用のお客様は次の駅にてお乗り換えください。あ、お前なのか。罠じゃないよな。なあ、新宿のあれは停戦命令もお前なのか。おい、なんとか言えよ。どうだ、疎開ツアーの感想を。ツアー？おい、こんなふざけたやつだったのか。正しい認識をしてもらいたかった。疎開とゲット。確かに我々とブリタニアの間には差がある。絶望的な差だ。だからレジスタンスとして。違うな、テロではブリタニアは倒せないぞ。倒す？テロなんて子供っぽい嫌がらせに過ぎない。なんだと。俺たちがガキだってのか。相手を間違える。敵はブリタニア人ではない、ブリタニアだ。やるなら戦争だ。民間人を巻き込むな。覚悟を決めろ。正義を行え。ふざけるな。口だけなら何とでも言える。顔も見せられないような奴の言うことが信じられるか。そうだ、仮面を取れ。な、顔を見せてくれないか。わかった、見せよう。ただし、見せるのは顔ではない、力だ。不可能を可能にしてみせれば少しは信じられるだろう。ルルーシからもらった端末にメール。送られた地図の場所に行って荷物を受け取れか。本当に動くのね、ルルーシュ。そうか、お前たちだけか。すまない、もう少し時間をくれないか。ちゃんと話せば他のみんなも。いや、二人もいれば十分だ。な、バカ言うな。相手が何人いると思ってるんだ。お前たちが協力してくれるなら条件はクリアしたも同然だ。明日までにこれを作る。外側だけそう見えればいい。所定の場所に来てみたのはいいけど、誰から何を受け取ればいいの？あなたがディゼルさん？え？あ、はい、そうですけど、あなたは。これあなたのでしょ？落とし物よ。え？ちょっと。じゃあ、私はこれで。またメール。落とし物を受け取ったら、これを持って明日、所定の場所に来い。か。荷物の中は手榴弾。いや、発煙筒ね。明日。明日か。何が起きるの？ブリタニアの王子を仕留めたクルルギス族を英雄として扱わねば。しかし、名誉ブリタニア人だぞ。クルルギス王の忘れ形見ではないか。日本を捨てた男、民衆はその存在すら知らなかった。新宿の事件は光月たちのグループだったな。はい、今は扇という男が継いでおります。クルルギの本家は何か言ってきているか？いいえ、軍籍に入ってからは切れているようです。どう思う、東堂？
公開処刑に付き合ってやる義理はないでしょう。弱気だな。奇跡の東堂ともあろうものが。奇跡と無謀を履き違える気はない。間もなくです。間もなく時間となります。ご覧ください、沿道を埋め尽くしたこの人だかりを。みんな待っているのです。クロビス殿下殺害の容疑者、名誉ブリタニア人のクルルギ・スザクが通るのを、元イレブンを今か今かと待ち構えているのです。5番のカメラ遅いぞ。チャールズ、団体の配置は終わったか。ああ、スタジオ待たせておけ。押してなんかいない。すべて予定通り。来たか。見えてきました。クルルギ容疑者です。クルルギスザクが間もなくこちらに。イレブンめ、クロビス殿下を返せ！連鎖の声が、怒りの声が上がっています。殿下がどれほど愛されていたかという証の声です。テロリストを裁く。正義の声なのです。スザクさん、できるわけないだろう。たった3人で。だが彼は言ったんだ。不可能を可能にしてみせると。あの男、クルルギ・スザクを救ってみせると。指定された場所、クルルギ・スザクを移送するルートだったとは。しかし集まっている人間からはやけにクルルギスザクを批判する声が大きい。ルルーシュからの指示は、ここで渡された発煙筒を使うこと。タイミングは自分で見極めろか。そうだ、引き返すべき道はいらない。ジェルミア代理執政官。どうした。サードストリートから本線に向かう車両があります。指示通りノーチェックとしましたが。対象はテロリストのものだと思うか。それがクロビス殿下のご両者でして。殿下の？ふざけたやつだな。構わん、そのままこっちに通せ。全軍停止。ここで停止するというのは予定にありません。何かのアクシデントでしょうか。こちらは第五地点です。そちらに向かう車があります。これはクロミス殿下専用のご両者です。バカな、真正面からどうするつもりなんだ。あいつ、本当にこんなハリボテで。出てこい、殿下のご両者を汚す不届き者が。か、仮面？あれはルルーシュなの？ん？私はゼロ。ゼロ？何者でしょう。自らをゼロと名乗り、護送車の前に立ちはだかっています。テロリストなのでしょうか。しかしだとすればあまりに愚かな行為です。なんだよこれ。あいつどうするつもりだ。ゼロ、あれがルルーシュなのだとしたら何をするつもり。まさかクルルギスザクを助けようだなんて。そうなのだとしたら、日本を捨てたクルルギスザクを助けることに何の意味がある。いや、
それ以前にこんな状況で助け出せるわけがない。それも見極めろというのね、ルルーシュ。スザク、借りは返す。もういいだろう、ゼロ。君のショータイムはおしまいだ。さあ、まずはその仮面を外してもらおうか。何？ジェレミア卿、あれは！そうだよ、ジェレミア。中身を見ていないお前にとっては、こいつは毒ガスのカプセル。違う、それは。テレビの前の皆さん、見えますでしょうか？何らかの機械と思われますが、目的は不明です。テロリストと思われる人物の声明を待ちますので、しばらくお待ちください。こいつめ。ここにいるブリタニア市民を丸ごと人質に取った。それも人質に気づかせないまま。撃ってみるか。わかるはずだ、お前なら。ロッパ、音を拾え。カメラももっと寄るんだ、直接。でもやばいですよ、なんだか。ち、アマチュアめ。わかった。要求は交換だ。こいつとクルルギスザクを。少子、この男はクロビス殿下を殺めた大逆の党、引き渡せるわけがない。違うな、間違っているぞ、ジェレミア。犯人はそいつじゃない。クロビスを殺したのはこの私だ。嘘。あいつが。間違いない、あのゼロと名乗る仮面の男はルルーシュだ。ルルーシュはゼロがクロビス殺しの真犯人だと告白してクルルギスザクを助けるつもりなのね。なんということでしょう。ゼロと名乗る仮面の男が、いや、性別は分かりませんが、ともかく自ら真犯人を名乗って出ました。では今捕まっているクルルギ一等兵はどうなるのでしょう。やりすぎだ、逃げられない。無理だよ、もう。イレブン一匹で尊いブリタニア人の命が大勢救えるんだ。悪くない取引だと思うがな。こいつ、事件を商にするつもりか。こやつは狂っている。殿下のご両者を偽装し愚弄した罪、あがなうがいい。いいのか、公表するぞ。オレンジは。ん？なんだ、オレンジって。さあ。オレンジ、ブラフか。しかし、そんなブラフでこの状況を打破することができるの、ルルシュ。オレンジだと？私が死んだら公開されることになっている。そうされたくなければ。何のことだ、何を言っている。私たちを全力で見逃せ。そっちの男もだ。ふん、分かった、その男をくれてやれ。ジェレミア卿、今なんと。その男をくれてやれ。はあ、いいのか。しかし、くれてやれ。誰も手を出すな。どういうつもりだ、そんな計画は。QL卿、これは命令だ。ここからだと何があったのか分かりませんが、クルルギスザクの拘束が解かれるようです。クルルギスザクの拘束が解かれた。さっきのオレンジとやらはブラフじゃない。ルルーシュの準備とは
あのジェレミアの弱みを握ること、本当にそんなことができたの？君は一体やはり声を上げることはできないようだな。ゼロ、時間だ。では話は後だ。カプセルから煙が。煙、確かニュースで新宿ゲットーでのテロで毒ガスが使われたって。そうか、なんだこれ、煙が。何の煙だよ。ここで発煙筒を使えば毒ガスよ。新宿ゲットーで使われた毒ガスよ。え、毒ガス。嘘よ、そんなの。逃げて、吸ったら死ぬ。逃げろ。こういうことね。だけどうまい。ブリタニアが流した偽の報道を逆手に取るなんて。あの報道で民衆は日本人が毒ガスをテロに使ったと信じ込んでいる。これだけ大勢のブリタニア人がパニックを起こせば、純血派の奴らはおいそれとは発砲することができない。卑怯なイレブンめ、逃がすものか。ジェレミア卿、どうして。言ったはずだ、手を出すなと。あいつ、いいじゃないか。悪くないタイミングだ。今のうちだ、行くぞ。飛び降りた、やはり仲間が。やった、これで。愚か者め、警備網のど真ん中で。警備卿、私の命令に従えないのか。これ以上の行為は処罰の対象となる。いい、全部隊に徹底させろ。全力を挙げて奴らを見逃すんだ。逃げる人たちに紛れて立教から立ち去るのは簡単だったけど、ルルーシュたちが立教から飛び降りるところまでしか確認できなかった。ルルーシュは無事に逃げられたのだろうか。いや、こんな心配は必要ない。ルルーシュはブリタニアからクルルギス作を奪った。普通なら不可能だと思うことをルルーシュはやってのける。やはり私は間違っていなかった。ルルーシュとならブリタニアを倒せる。まさか本当に助け出すなんて。何なんだあいつは。バカバカしい、あんなハッタリが何度も通用するかっての。しかし認めざるを得ない。え？彼以外の誰にこんなことができる。日本解放戦線だって無理だ。少なくとも俺にはできない。みんなが無理だと思っていたブリタニアとの戦争だってやるかもしれない、彼なら。相当手荒い扱いを受けたようだな。奴らのやり口は分かったろ、クルルギ一等兵。ブリタニアは腐っている。君が世界を変えたいなら私の仲間になる。君は本当に、君がクロビス殿下を殺したのか。これは戦争だ、敵将を討ち取るのに理由がいるか。毒ガスは民間人を人質にとって。交渉ごとにブラフはつきもの、結果的には誰も死んでいない。結果？そうか、そういう考えで。私のところに来い。ブリタニアはお前が使える価値のない国だ。そうかもしれない、でもだから僕は価値のある国に変えるんだ。ブリタニアの中から変える。間違った方法で手に入れた結果に価値はないと思うから。待て、どこへ行く。あと1時間で軍事法廷が始まる。バカかお前は。あの法廷はお前を犯人にするために仕組まれている。検察官も判事も弁護人も。それでもそれがルールだ。僕が行かないと
イレブンや名誉ブリタニア人に対して弾圧が始まる。だがお前は死ぬ。構わない。バカだお前は。昔友達にもよく言われたよ、このバカって。僕の欠点なんだろうな。君を捕まえたいが、ここでは返り討ちだろうからね。どうせ殺されるなら、僕はみんなのために死にたい。でもありがとう、助けてくれて。このバカが。